皆さんこんにちは。陽気郎で有名な女優でおなじみの池上季実子さん。池上季実子の突然の訃報といわれる真相、暴力に苦しんだ元尾の正体や本当の国籍について紹介します。まずは池上季実子さんの経歴とプロフィールから紹介します。池上季実子は俳優です。1959年1月16日生まれでアメリカ出身です。祖父は歌舞伎役者の八代目坂東三津五郎、叔父は九代目坂東三津五郎、従兄は十代目坂東三津五郎です。ニューヨークには3歳まで在住。池上さんの物心がついた頃には京都、祖父の家へ、さすがは歌舞伎役者の家というべきか、広い日本家屋で3つも庭があったといいます。それが一転、両親の離婚を機に上京し、母と弟 2DK のマンションで3人暮らしに、小学校を卒業してすぐだったこともあり、日常の忙しさから不自由を感じる暇もなかったとか。結局同マンションにいたのは2年ほどで、池上さんが14歳の時に再び別のマンションへ転居しました。転居後、兄のように慕う従兄の五五代目坂東八十助さんのテレビ収録を見学中、芸能界へスカウトされます。芸能界デビューしてからはご存知の通り、数々のドラマ、映画、舞台へ出演して頭角を現し、大女優へと成長されました。1974年ドラマ幻のペンフレンドでデビューしました。1984年の陽気郎で第7回日本アカデミー賞優秀主演女優賞、1989年の花の乱で第12回日本アカデミー賞優秀助演女優賞をそれぞれ受賞しました。このゴロテレビドラマではほぼ主演を務め、女優として絶頂期を迎えました。私生活では1985年に古美術商を営む10歳年上の一般男性と結婚しました。婚姻発表をしていなかった理由は、それ以前のマスコミによる嘘の交際報道により深く傷つき、マスコミ不信になっていたからと後に告白しました。一女を出産した後、3年余りの結婚生活を経て離婚しました。2022年には8月にほぼ同時期に両親を亡くしたことを明かしています。2024年3月、2年前にコロナウイルスに感染し、急死に一生を得たことを諸告白しました。池上季実子さんの趣味は古美術で、鑑賞したり収集したりしています。池上季実子さんの元が古美術商だったという噂は本当なのかもしれません。池上季実子さんは2024年1月23日放送のテレビ東京開運何でも鑑定団に出演しました。池上季実子さんの離婚した夫は古美術商だったとのことで、その夫との思い出の品としてコミングの手長足長の食材を鑑定に出しました。池上季実子さんの祖父は骨董品が好きで、池上さんが小学生の頃、学校から帰ってくると池上さんを連れて骨董品巡りに出かけていたそうです。いろいろな品を見て祖父は池上さんに値段を当てさせたりしたそうで、その影響で池上さんも骨董品が好きになったとのこと。大人になってからも池上季実子さんは骨董品が好きで、そのことが夫と知り合うきっかけにもなりました。池上季実子さんの元尾は現在南青山で一元堂という古美術店を営む薄井一元さんという人のようです。池上さんの本名が薄井季実子と公表されているので間違いないでしょう。池上季実子さんは1985年26歳の時に10歳年上の男性と結婚したのですが、電撃入籍と世間は騒ぎました。結婚会見の時、池上さんはすでに妊娠4ヶ月で、情緒不安定な私をいつもさりげなくリードしてくれると幸せいっぱいのコメントをしています。しかしその4年後の1989年2月に池上季実子さんは離婚会見を開くことになります。1年ほど前から離婚を考え始めたという池上さんは、夫との関係を修復しようとも思ったそうですが、3歳になっていたお子さんのことも考えて、子供のために早く離婚しようと思ったそうです。当時マスコミは夫の不倫疑惑を報道していたのですが、それに対して池上さんは否定しています。また結婚からわずか3年後の1988年11月、池上さんは極秘で離婚届を出していました。
池上紀美子さんと元薄井一元さんの離婚理由は夫の DV と報道されました。夫は子供を寝かしつけた頃酔っ払って帰ってきて、それに対して池上さんが怒ったところ逆ギレされ足蹴りをしてきたことがあったそうです。本人の口からそれが語られたことはありません。また夫は池上さんの性格がはっきりしすぎていて頑固なところがあり、家庭に安らぎはなかったと友人に語っていたとの情報もあり、離婚理由は当人たちにしかわからないというのが真相のようです。池上紀美子さんが2019年1月8日に自身のブログに綴った内容によると、長らく所属していたオスカープロモーションを退社したようです。池上紀美子さんほどの大女優が大手事務所を退社するというのはただことではありません。一説には引退を視野に入れているのではないかともささやかれていますが、現在のところ池上紀美子さんが女優業を引退する動きはありません。池上紀美子は1959年にアメリカニューヨークのマンハッタンで生まれました。彼女の母親は歌舞伎役者の八代目坂東三津五郎の次女であり、父親は商社マンです。3歳の頃に日本へと帰国して京都市に移り住みましたが、小学校を卒業した後に両親の別居に伴い母親や弟と共に東京に転居しました。池上紀美子はアメリカで生まれたこともありアメリカ国籍を持っています。2021年8月にはせっかくアメリカ国籍を持っているのだからアメリカで仕事をしたいと語っていました。彼女は以前に海外の映画のオファーをもらったことがあります。しかしその時期は子供の進学時期と重なったこともあり出演を断念したのでした。その際にはニューヨークからプロデューサーが2人もやってきて、子供の受験でこの映画のオファーを断るのはナンセンスと説得されたといいます。結局池上紀美子はこの映画に出演しませんでした。池上紀美子さんの結婚歴は2回ですが、これ以外にも愛人関係を噂されたお相手がいました。そのお相手というのが池上紀美子さんがヒロイン早乙女愛役を演じたテレビドラマ愛と誠の原作者である梶原一騎さんでした。池上紀美子さんの魅力に相当惚れ込んだ梶原一騎さんは周囲の意見を聞くこともなく独断と偏見で池上紀美子さんをヒロイン役に選んだようです。そしてさらにドラマ撮影が終了した後も2人の関係が続いたと言われています。梶原一騎の日本の方の愛人が池上紀美子、愛人というよりペット、四つん這いに首輪という体制で梶原先生の宴席に付き合ったりしてたらしい。美人なのにと思うがものすごいいい女はたまに長期違い男みたいなのにズルズルに惹かれたりするからまあいいか。梶原一騎さんが滞在先のホテルに池上紀美子さんを頻繁に呼んでいたとの目撃情報もありますので、梶原一騎さんと池上紀美子さんは愛人関係にあったのではとも言われています。梶原一騎さんは周囲の意見を聞かずに独断で当時15歳だった池上紀美子さんを主演女優に抜擢した過去がありますので、大人の女性としての魅力と女優としての魅力を兼ね備えた池上紀美子さんに梶原一騎さんが見せられ虜になってしまったのかもしれません。一説には梶原一騎さんが芸能事務所の社長としてプロデューサーや映画監督などの芸能関係者との付き合い方を指導していたとも言われており、梶原一騎さんと池上紀美子さんの関係は相当深いものだったと推測できます。梶原一騎さんはすでに亡くなっていますので、当時の様子は池上紀美子さんの溝知るといった状態ですが、ピーク時には同時に13人の男性と交際していたなど男性関係においては事欠かない状態だったようですので、梶原一騎さんとの件もあながちありえない話ではないように思います。若い頃から独特の色気と演技力で見る者を魅了してきた池上紀美子さん、撮影のために行っていたカナダでの事故により頸椎損傷という女優人生に多大な影響を及ぼす怪我を負いながらも女優人生を全うする姿には頭が下がります。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。